皆さん、こんにちは。ドジャース大谷翔平選手の結婚相手がついにお披露目となりました。日本時間の3月15日、大谷選手は自身のインスタグラムのストーリー機能を利用し、山本由伸選手や通訳の水原一平氏らとの集合写真を投稿。大谷選手の隣に笑顔で立つのは元バスケットボール選手の田中真美子さんでした。姿こそ公開されたものの、大谷選手は3月1日の会見で結婚相手について普通の日本人女性と語るのみで、詳細についてはほとんど言及していません。スポーツ紙記者は、大谷さんはこれまで奥さんについて断片的な情報しか話していません。その姿勢には一貫したものがあり、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督や古巣エンゼルスの同僚も SNS の投稿で結婚の事実を知ったほどだそうです。結婚発表以降、多くのメディアやファンの間では田中真美子さんが相手ではないかと取り沙汰されてきました。お相手候補とされた田中さんは、実業団のバスケットボールチームに所属していた元アスリート。大学在学中にはバスケで大学生の日本代表にも選出されています。派手なプレースタイルではありませんが、縁の下の力持ちタイプの選手でした。大谷さんとは実業団時代に国内のとある練習施設で出会い、その後は遠距離で関係を続けていたそうです。電撃結婚から約2週間、現在もネット上では田中さんに関する多くの情報が飛び交っています。そんな彼女の大学時代の友人は、田中さんについて、マミコはいわゆる遊び人や目立ちたがりな男性は好きではないんです。過去には同じバスケ部の男の子はチャラチャラした人が多いからあんまり好きじゃないと話していたこともありましたね。元彼はバレエをやっていた人と聞いています。大谷さんみたいに高身長で筋肉質なタイプ、浮ついた話は聞いたことがありません。田中さんの性格が大谷選手の心を掴んだのではないかとも語る前室。大学時代の友人は続けて、マミコはめっちゃアメー上手なんです。もともと性格が本当に良くて誰からも好かれるタイプなんですが、特に先輩からは可愛がられている印象です。しっかり者だけど甘え上手なところが年上の大谷さんのタイプに刺さったのかも。あと、お酒はほとんど飲まないけど友達が多くてフットワークは軽い子、人の悪口を言っているのとかも聞いたことがないです。大谷さんはチャラい人が嫌い、爽やかで誠実な人が好きと公言していたみたいですが、マミコはまさに彼のタイプですね。彼女は今回大谷夫妻の写真が公開されたことについて驚きが隠せない様子で、コロナ前からマミコが大谷翔平と連絡を取っていると密かに仲間内で噂になっていたのは知っていて、本当にそうだったらいいなと思っていました。マミコはめっちゃ一途だし、料理とかもうまくて家庭的だから本当にお似合いだと思います。幸せになってほしいなと田中さんの幸せを願っていました。大谷選手にとって田中さんはまさに直球ドストライクだったのでしょう。そんな大谷選手は16日パドレスとの開幕戦20日を迎える韓国ソウルのコチョクスカイドームで行われた公式会見に臨みました。15日に元バスケットボール選手の田中さんとツーショットで韓国入り、新妻に関する質問には満面の笑みを浮かべ、いい思い出になると田中さんに捧げる大活躍を誓いました。公式会見を報じたサンデーライブでは、田中さんが女子バスケットボールの実業団最高峰 W リーグの富士通レッドウェーブで活躍し、昨年4月に惜しまれつつ引退したことを紹介。現役時代の VTR と引退会見の映像を放送しました。この時の会見で記者から引退を決意した理由を聞かれ、決めた理由ですか？本当にいろいろあるんですけど難しいなと笑顔で答えていました。大谷選手が結婚を発表した際、お相手が誰なのか世間の関心が集まり、そんな中ドジャースキャンプに移った女性が田中真美子さんに似ているということで噂が広がりました。しかし、実はこのドジャースキャンプで写っていた女性は田中真美子さんではない、全くの別人だったと言われています。違うと言われる理由を5つ挙げてみました。
まず理由一つ目は、結婚報告後に公開されたナンバーの独占取材に対して、大谷選手は彼女はアメリカには来ていますがキャンプ地には来ていないのでと話しています。大谷選手の発言は正しいと思われるので、このキャンプ動画で映った女性は別人だったと考えられます。ドジャース球団のキャンプ練習の関係者なのでしょうか。別人だと言われる2つ目の理由は、大谷翔平選手と田中真美子さんの身長差は13センチメートルだからです。動画のシーンを切り抜き検証をしてみたところ、動画に映り込んだ女性と大谷選手の身長差は明らかに13センチメートル以上あるように見えます。本当に田中真美子さんであったなら、もっとお二人の身長差は少なく見えるはず。このことからドジャース球団動画の女性は田中真美子さんではないと言われています。別人だと言われる理由3つ目は、ドジャース球団スタッフの写真の情報があり、今回の動画の女性はドジャーススタッフだったのではないかと言われています。そして注目すべきはあと1点ありました。それは靴です。ドジャーススタッフの女性とキャンプ動画に映った女性の履いている靴を比較検証してみると、色はぴったりで形も柄も微妙に似ています。もし違うとしても、青のシューズがお気に入りという共通点はあるのではないでしょうか。そして最後に別人と言われる理由は、ある雑誌の取材によると、今回写っていた女性について球団関係者はこのように話していたそうです。あの女性は全くの別人。この証言が本当なら、ドジャースキャンプの動画に写っていた女性はやはり全くの別人だったと考えられ、ドジャース球団スタッフの女性の方だったのではないかと考えられます。ドジャースキャンプの女性は違うかもしれませんが、今現在は大谷選手のもとに田中さんがいるとのことなので、大谷選手も安心して野球に集中できますね。そんなお二人の仲睦まじい写真を見ると、気になる点が、そう、田中さんが結婚指輪をしていないんです。次に、なぜ新婚の田中真美子さんが結婚指輪をしないのか、その理由を調査しました。さらに大谷夫妻の結婚指輪のブランドがどこなのかも紹介していきます。田中真美子さんが結婚指輪をしない理由を3つ推測しました。理由1、余計な詮索を避けるため。おそらくこの写真を撮影する前に、2人の間で田中真美子さんが大谷選手の妻であることを公表すると話し合っていたと予想されます。結婚発表した当初から相手の名前や組成を明らかにしていなかった理由は、マスコミからの詮索を避けるためでしたよね。今回の指輪も同じく、余計な詮索を避けるため公開しないと決めたことの一つだった可能性が考えられます。理由に、野球選手の慣習に合わせたから。そもそも野球選手は試合中に結婚指輪を外す人が多いそうです。試合中はロッカーにしまっていたり、カバンの中に入れていたり、管理も様々、なくさないようにするためにネックレスとして持ち歩く選手もいるようです。大谷選手も現役の野球選手なので、結婚後も普段から結婚指輪をつけていないかもしれませんね。そんな夫の慣習に合わせて、田中真美子さんも指輪を外している可能性があります。理由3、元スポーツ選手のためつける習慣がない。田中真美子さんも元バスケ選手、特に手を使うスポーツなので指輪は邪魔になってしまいます。もともと指輪をつけるという習慣が田中さん自身にない可能性も考えられますね。大谷選手くらい有名な方がどんな結婚指輪を送ったのか気になります。果たしてどこのブランドなのでしょうか。大谷選手がスポンサーの商品を身につけることが多いのはよく知られていますよね。じゃあ指輪もと可能性を探るべくスポンサーを調べましたが、ジュエリー関係はありませんでした。大谷選手が過去にティファニーのブレスレットをしていてお気に入りだったので、ティファニーが濃厚な可能性もありますね。今後大谷夫婦が指輪をつけているところは公開されるのでしょうか。世界中の話題になっている大谷夫婦から目が離せませんね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。